こんにちは。こんばんは。キャプテン浩二です。今、時間は、2019年の、3月の29日フライデー金曜日の、夕方の4時4分になります。そしてね、今ね、中愛公園の、千本桜、ガイド祭りということでね、中愛、公園に来ております。桜がね、もう満開間近です。そしてね、中愛公園、明日ね、祭りがありますので、4月30日に、祭りがありますので、ちょっとね、買い物の途中寄ってみました。このままね、ちょっとね、登って、景色をね見てもらえればと思い、ちょっとゆっくりバイクでね登っていこうと思います。よろしくお願いします。ちょっと待ってね、車がね、あるんで、ゆっくり登っていきますんでね、ゆっくり登っていくんで見てください。こんな感じで、綺麗ですね。明日はね、明日祭り本番なんで、車がね、どんどん来ると思いますけどね。今もう車がちょっとね、登ってきております。ゆっくり行けば大丈夫と思いますけどね。はい、ちょっと車来てるんで避けましょう。こんな感じでね、千本桜、中愛公園の千本桜です。綺麗ですね。今ね、バイクをね、バイクに運転しながら片手でね、ビデオカメラ回しております。うわー、綺麗。ゆっくり登っていきますんでね、見ていってください。どうですかね。もう咲いておりますね。しっかりと咲いております。そしてね、明日祭りのイベント広場がね、この辺になると思うんですけども、綺麗な花がね。はい、綺麗ですね。おお、桜の木か、グリーンのね、桜かな、よくわからないけど、ちょっと緑がかった桜がありますね。桜かな、桜やな。こんな感じで、下の方はね、こんな感じで、斜曲がりです。おお、綺麗ですね。車がね、止まってるんでね、注意しながらね登っていきます。上の方をね、ちょっと控えてるみたいで、僕の声、ほとんど入らないかもしれないけどね、一応解説をしていきます。
かがでしょうか。上の方こんな風になってます。今車がね何台か止まってますけれどもね、明日の祭りの準備をしてるんでしょうかね。祭りの準備をしてるものだと思います。はい、まだまだ上がっていきましょうか。こんな感じです。花見客も何人かいるみたいですね。花見客も何人か花見をしています。七曲がりで、すごい桜の数です。すごい桜の数。また車がね今来ましたのでね、ちょっとゆっくり走っていきます。ちょっと待ってね。ちょっと腕がだるくなってきましたね。前に車があるのでちょっと取らないように。下はこんな感じですね。下はこんな感じです。ちょっとね今日はね、お店に行く途中で弾丸でちょっと寄ってみまして、この後すぐもう帰りますけど、お店に行きますけど、はい、こんな感じでね上の方まで来ました。上の方まで来ました。上からの景色をちょっと見てみましょうかね。こっちの方がいいか。はい、よし、よいしょ。かなり上の方まで来ましたね。千本桜、さすがです。こんな感じでね、望遠でもね撮ってみたかったんでね、今年はね、こんな感じです。こんな感じでね、さあ、それではね、今日はこんな感じで、明日ね、なんかイベントがあるみたいなんで、ちょっとね、お邪魔してね、なんかね、焼き鳥とかなんか、屋台が出てたら、買って食べようかなって思ってます。明日はね、福知山の虎尾桜も午前中見に行きますので、それが終わり次第、こちらに来ます。ので、お楽しみにしていてください。それではね、またね写真をね何本か撮って、帰りますんで、この辺で動画締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また、明日もよろしくお願いいたします。